子高校2年立道優香さんです。Thank you.
ただいまから毎日新聞社日本高等学校野球連盟主催第96回選抜高等学校野球大会の閉会式を行います。司会を務めますのは鹿児島純心女子高校2年立道優香です。はじめに大会審判委員長の高良薫日本高等学校野球連盟会長から講評があります。講評を行います。両校の皆さん、球場にご来場の皆さん、全国の皆さん、大変素晴らしい決勝戦でした。まずは本日の決勝戦を制した高崎健康福祉大学高崎の皆さん、初優勝おめでとうございます。群馬県勢としても初めての優勝を成し遂げられ、新たな歴史を築いた皆さんを称えたいと思います。初戦から佐藤石垣の両投手の継投で試合を作り、昨年秋の公式戦のチーム打率が出場32校のトップの攻撃陣でありました。素晴らしい走塁を生かし、効果的に得点を取る試合運びは大変見事でありました。県大高崎の校歌にあります Be Together というフレーズ通り、まさにチーム一丸となった戦いでした。翼にこの甲子園の風をまとって羽ばたきましたね。おめでとうございます。報徳学園の皆さん、準優勝おめでとうございます。昨年に続いての準優勝、その実力は優勝にも匹敵するものであります。牧今朝丸両投手の継投も見事でした。ピンチを未然に防ぐ内野手、捕手、外野手、全てにおいて素晴らしい守備でありました。両校の応援団の皆さん、熱い声援を大変ありがとうございました。準決勝に進出しました星稜高校は、昨年の明治神宮野球大会優勝校の実力を発揮し、石川県勢として春は初のベスト4に進出、中央学院も6年ぶり2回目の出場ながら投打ともにバランスを喜ぶ完成度の高いチームでありました。能登半島地震で大きな被害を受けた日本航空の石川は、1回戦で敗れはしたものの1対0の接戦を繰り広げ、星稜高校とともに被災地の皆さんで元気と勇気を届けてくれました。21世紀枠で選出された2校はともに初戦突破はできませんでしたが、チームの持ち味を存分に発揮し、甲子園出場を目指す全国の加盟校へ希望を与えてくれました。今大会から新基準の金属バットに完全移行し、各チームが試行錯誤する中、盗塁や犠牲バントなど確実に得点する野球が改めてクローズアップされた大会となりました。ホームランの数は
フェンス直撃のランニングホームランを含め3本でありました。過去3回大会はそれぞれ9本、18本、12本ということでしたから、かなり減ったことになります。ただし1試合の両チームの総得点は昨年は7点、今年は 6.45、 あまり変わらない結果でありました。全国の高校野球部員の皆さん、昨年の秋からこの春までの間に大きく成長したことと思います。これから夏に向けてさらに体も精神力も野球の技術も成長することでしょう。ただし野球だけしていてはいけません。学校の勉強にもちゃんと時間をとって、学業の方でも大いに成長してください。最後になりましたが、兵庫県西宮市の皆さんをはじめ、阪神甲子園球場、阪神園芸、大会役員、審判員、大会を支えてくださった全ての方々に御礼を申し上げます。全国から球場にご来場いただいた皆さん、また全国の野球ファンの皆さん、温かいご声援ありがとうございました。そして引き続き高校野球を応援してくださいますようお願い申し上げ、講評とさせていただきます。ありがとうございました。表彰を行います。式典の演奏は西宮市高等学校吹奏楽連盟の皆さんです。優勝した高崎健康福祉大学高崎高校箱山晴人主将に、大会会長の松木健毎日新聞社社長から優勝旗が贈られます。
新聞社社長から両校の選手に優勝メダル、準優勝メダルが贈られます。高崎健康福祉大学高崎高校に優勝メダルが授与されます。続いて報徳学園高校に準優勝メダルが授与されます。
ここで応援団賞の審査結果を発表します。審査は出場32校の初戦の応援を対象に行われました。受賞校は最優秀賞1校、優秀賞3校です。優秀賞は別海高校。豊川高校。田辺高校。そして最優秀賞は耐久高校です。アルプススタンドは生徒や卒業生、地元の方々およそ3000人の応援団で埋まり、チームカラーのえんじと白に染まりました。初出場ながら一文字にも挑戦し、校名のイニシャル T の文字が鮮やかに浮かび上がりました。守備の時にもワンストライクごとに声援が上がり、応援の熱量の高さが際立ちました。受賞校を代表して耐久高校応援団代表3年の山本彩香さんに最優秀賞の盾が、亀井正明毎日新聞社執行役員大阪本社代表から贈られます。以上で表彰を終わります。大会会長の松木健毎日新聞社社長が閉会のご挨拶を申し上げます。素晴らしい決勝戦でした。健大高崎の選手の皆さん、スタンドの応援団の皆さん、初優勝おめでとうございます。機動力を生かした攻撃野球が選抜の頂点に上り詰めました。惜しくも準優勝となった報徳学園の戦いぶりも見事でした。優勝旗にはあと一歩届かなかったものの、甲子園を十分に沸かせてくれました。今大会では出場32校のすべての選手が選抜100年、甲子園100年という節目の大会にふさわしい試合を見せてくれました。
選手たちの熱烈としたプレーは明日で被災から3ヶ月となる能登の方々にこれからの復旧・復興に向かう力を届けてくれたと思います。春は選抜からと言われますが、開幕直後には息が舞った甲子園も今こうして春本番の暖かさを感じるようになりました。被災地の皆様にも一日も早く春の訪れが来ることを願っています。大会が無事に閉幕を迎えることができたのも球場関係者の皆様、警察、消防、地域の皆様のご協力のおかげです。改めてお礼を申し上げます。選手の皆さん、応援団の皆さん、そして高校野球ファンの皆さん、来年もまた選抜でお会いしましょう。ありがとうございました。優勝した高崎健康福祉大学高崎高校の校旗、大会旗、国旗を奉納します。選手回れ右。選手役員の皆さんは脱帽して掲揚台にご注目ください。スタンドの皆さんもご起立脱帽にご協力ください。校旗を奉納します。
国旗を奉納します。
ご声援ありがとうございました。